エレクトロニックハラスメントとは、電磁波や超音波などの媒体とする、指向装置や、非致死性兵器を使用し、対象者の脳に異常を引き起こし、意図的に身体と精神に影響を与えるというものを指します。また、エレクトロニックハラスメントは嫌がらせだけでなく、犯罪行為にも多いハラスメントであると言えます。しかし、エレクトロニックハラスメントの被害者については、被害を受けたという主張はあるものの、実際には被害を引き起こす事態は確認できず、妄想性障害として対応すべきとしており、数名の精神科医は統合失調症である可能性が非常に高いと述べています。今回は、エレクトロニックハラスメントとは、どのようなものなのか、その事例、医学の見解、メルカリなどに蔓延する被害者への開示対処方法を紹介し、解決方法を見つけていきたいと思います。エレクトロニックハラスメントとは、電波や電磁波、レーザー、超音波などのエネルギー媒体が引き金となり、身体に痛みや不快感その他の疾患を引き起こすなどの悪影響を与える嫌がらせのことを言います。電磁波や電気信号によって、人間の脳に直接働きかけ、思考を遠隔操作する行為や、レーダー波を利用して、個人情報を盗聴、盗撮しようとする行為も該当します。ノースカロライナ州、ダーラムにある、ドゥーク大学の、法倫理学者で未来学者の、ニタ・ファラハニー教授によると、近年、神経テクノロジーは研究室から出て、実世界で利用されるようになっていて、学校は、子供たちの脳の活動を監視し、注意を向けているタイミングを供えてくれるいくつかの機器を使っている。警察はまた別のデバイスを、あるものが犯罪を犯しているかどうか判断するのに役立てている。また、雇用主も、労働者を居眠りさせず、生産性を維持する目的で、このテクノロジーを使用している。これらのテクノロジーは、私たちの心に関して全く新しい洞察を与えてくれるという、素晴らしい可能性を秘めている。しかし、私たちの脳のデータは貴重であり、悪意ある者の手に渡れば危険を招く可能性がある、と主張しています。殺し屋を題材にした、人気漫画の、ファブルでも、エレクトロニックハラスメントについての場面が描かれていますが、日本では、馴染みがなく知られていない、ハラスメントであると言えます。では、そんな恐ろしいエレクトロニックハラスメントの事例には、どのようなものがあるのでしょうか。遠隔操作で、脳に音声や映像情報を伝えることによって、身体に悪影響を与える。インターネット上で行われる、サイバー暴力の行為。高エネルギーの電磁波を使用した、エネルギー兵器による攻撃。IT 環境を不正に操作する、サイバー攻撃。こうした行為を受けて、相談される健康被害としては、24時間ずっと音が聞こえていて、睡眠を妨害される。自宅にいる際に、決まった時間帯に耳鳴りと頭痛が起こる。近所に不審者がいると噂になってから、急に吐き気やめまいに襲われるようになった。後頭部が熱いような、重いような感じがする。感情がコントロールできずにパニックを起こしたり、体調不良が続く。集団で付きまとい行為をされるようになった。これらの健康被害が当てはまる場合は、エレクトロニックハラスメントを受けている可能性があるかもしれません。しかし冒頭でもお伝えした通り、エレクトロニックハラスメントの被害については、被害を受けたという主張はあるものの、実際には被害を引き起こす事態は確認できず、統合失調症などの精神疾患と判断されることが多いとされています。統合失調症は、心や考えがまとまりづらくなってしまう病気です。そのため気分や行動、人間関係などに影響が出てきます。統合失調症には、健康な時にはなかった状態が現れる陽性症状と、健康な時にあったものが失われる陰性症状があります。陽性症状の典型は、幻覚と妄想です。幻覚の中でも、周りの人には聞こえない声が聞こえる幻聴が多く見られます。陰性症状は、意欲の低下、感情表現が少なくなるなどがあります。周囲から見ると、独り言を言っている、
実際はないのに悪口を言われたなどの被害を訴える。話がまとまらず尻滅裂になる。人と関わらず一人でいることが多いなどのサインとして現れます。今、メルカリなど様々なネットオークションサイトに電磁波を遮断できると歌う謎の金属部品が出品されています。内容を見てみると、電磁波対策、5G、ストーカー対策、思考盗聴防止などといったキーワードが出てきます。エレクトロニックハラスメントに怯える人たちのためのグッズのようで、金額は数千円のものから数万円のものまで幅広い。そして、驚くべきことに落札されています。気になるその機能としては、5G や Bluetooth などの電磁波を妨害する、とのことで、また電磁波による集団ストーカーの攻撃を、防御する効果が期待できるのだと言います。あくまで、期待できるということなので、確実に効果が得られるとは記載がないが、そもそも電磁波を妨害するのかどうかも謎です。一旦立ち止まって、価値を見定める必要があると思います。その、衝動買いは、思わぬ代償を払うかもしれないのだから。日本での統合失調症の患者数は、約80万人と言われています。また、世界各国の報告をまとめると、生涯のうちに統合失調症を発症する人は、全体の人口の 0.7% と推計されます。100人に1人弱。決して少なくない数字です。それだけ、統合失調症は身近な病気と言えます。幻覚や妄想は、エレクトロニックハラスメントの可能性もあるかもしれないが、心身の負担を抱え込みすぎず、公的な支援制度や社会復帰施設を活用しながら、気を楽に、無理をしないで暮らせるような工夫をしてみると良いのかもしれません。